今月は土砂災害防止月間です。梅雨入りを前に土砂災害の被害防止を呼びかける啓発活動が静岡市で行われました。 JR 静岡駅で昨日行われた啓発活動には県や市の職員ら17人が参加しました。参加者は日頃の備えや早めの避難を呼びかけながらウェットティッシュや携帯トイレなどの啓発グッズを配りました。この活動は土砂災害のリスクが高まる梅雨の時期の6月に毎年行われています。県によりますと去年の土砂災害件数は59件で1人が死亡しています。